どうしたの？こんな夜更けに。静かにして。プラチナ、今すぐ逃げるんだ。少しでも早く。よくわからないわ、ルシオ。いいか、よく聞いてくれ。お前の父ちゃんと母ちゃんは、お前を、身売りに。この泥棒猫、娘に何するんだい。逃げるんだ。私、やっぱり家に帰りたい。ダメだ。どうして？まだお母様から聞いたわけじゃないもの。身売りのこともルシオの勘違いかもしれないでしょ。きっと今頃心配してるわ。ルシオ？黒い服を着たうさんくさい奴らを見ただろう。俺の家にも来たことがあるんだ。次の日、妹がいなくなってた。父ちゃんも母ちゃんも何も教えてくれない。え？私は病気で不幸があったって聞いたわ。消えちまう病気なんてあるのか。俺の家には医者に見せる金なんてないぞ。俺はお前と離れたくないんだ。ルシオ。どこか遠くに連れて行ってくれる？ルシオが一緒ならどこだっていいから。ここはどこだろう。わからないわ。私たちこれからどうなるの？ここは？綺麗ね。もしかして天国かしら。縁起でもないこと言うなよ。ごめんなさい。この花は。
プラチナ、早くここを離れよう。この花は全てスズランだ。スズラン、そうだ、こんなとこにいたらスズランの毒で死んじまうぞ。プラチナ、ここで眠ったら楽に死ねる？な、何を？もう嫌なの。私がどんなに頑張ってもお父様もお母様も優しくしてくれたことなんてなかった。私がこんなに好きでも二人は死んだら生まれ変われるかしら。生まれ変わっても一緒にいてくれる？ライダーは楽しかった。でもそれ以上に辛い思い出の方が多すぎるの。もう全て忘れてしまいたいよ。しっかりしろ。俺は嫌だ。忘れるもんか。死んだってお前のことだけは。